こんにちは。今日はですね、2012年製のギブソンレスポールのご紹介です。これはね、あのギタリストであるジェイク・サイダシーの所有物なんですが、今日ね、あの弾かせていただきました。とてもね、これ2012年製のレスポールなんですが、58年のレスポールの、再現したものですね、ギブソン社で。ここのね、ネックのシェイプなんかが違ったりします。大変美しいトラメです。下品すぎずに。ピックアップがですね、ピックアップがですね元気出た若干のあのハプニングが危ったものの、ピックアップフロントがダンカンですね。これダンカンのリア用フロントにつけてるようで、フロントすごくパワーがあるんですが、それをフロントに使われているようです。でリア側は、ギブソン社のそのままオリジナルですね。でこれですね、非常にいい音がします。こんな感じですね。いいでしょう。であとね、あのなかなかこういうギターに仕上がらないんですけど、上の方のフレット、滑らかに、あの勝手に指が動いちゃうような感じで、ね、すごくいいフレットと、あとネックの状態がね、いいとこういう風にギタリスト自然と弾けるんです。とてもいいコンディションですね。でね、僕にとってはちょっとね、正直弦高が低いんですけど、それでもこうチョーキングした時に軽く上げられるんですよ。上げながらビブラートかけたりとかね。これはもう本当にフレットが、このフレット部分がね、綺麗にすり合わせができているとこういうことができます。これは本当にね、あの所有してるね、オーナーの方の調整とあとメンテナンスが行き届いている証拠ですね。本当に、まあ、当然ですけどオクターブチューニングがあったし、素晴らしいレスポールですね。ありがとうございました、弾かせていただいて今日ご紹介したのはね、ギブソン社の、カスタマイズなんかを行って、ギブソン社から出ているものをさらに、まあ、良くしている、後でこちらもテロップ出ますけどの、お店で制作されたものですね。非常にいいレスポールですね。とってもネックなんかも素材にこだわってすごくいい材料使われてます。これはなかなか手に入るものではないです。今日ご紹介したのは、2012年製のギブソンレスポールでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time です。ありがとうございます。